三又蔵はアマチュアレスリングの経験者で、仙台育英高校在学中に 60kg 級の宮城県大会で2位になった経験がある。三又蔵は自身の YouTube チャンネルで、嫌われ者が嫌われる勇気を解説するという自虐ネタを出している。三又蔵は武田鉄矢のモノマネでブレイクしたが、学園祭で武田鉄矢のマネをした三股の姉から伝授されている。三又蔵は自身の YouTube チャンネルを作ってから光るの動画で。 1>, 1ヶ月以内に登録者数を10万人にすると言っていたが2023年時点では2.2万人程度。